かるし、あそうね、いろいろね。タイム驚いてよ。誰誰が何何イクミでーす。おい、照れるなよ。やり通せ。みんな、ミルクブルーって知ってる？大丈夫いいよ。知ってる？何ミルクブリュー最近、あ、知ってる？なんか、聞いたよ。ちまたで、ね、ちまたで聞いたけど、うん、じゃあ、今日は皆さんにミルクブリューをお伝えしていきたいと思います。思います。思います。やめろ。え、今日はさ、ミルクブリューを教えてくれるっていうこと？はい、いくちゃんが。はい、そういうことですか？うん、じゃあ、うん、みんなでやろう。それでは、行ってみよう。ミルクブリューとは何なのかを簡単に説明していきたいと思います。いいんですか？はい。めっちゃ見てるけどね。水出しコーヒーって知ってる？みんな知ってるよ。知ってるね。知ってるだろ、毎日。いいね。それの水がミルクになったバージョン。なるほどね。だからミルクでコーヒーのエキスを抽出してる。何言ってる？ミルクでコーヒーを抽出するっていうことでしょ？あ、そう牛乳に粉ドッコンで抽出します。あ、そう。なるほど。はい、今日はそれをやっていく。イエス。それでは行ってみよう。パーやる。すげーな。Qチャンネルのノリだそれ。じゃあ今回は 15g 豆を使います。パールでも使ってる浅入りのアールブレンドです。ホットのカリッチャの2匹目で引いていきます。中粗挽きですね。それを今回は取り出しやすいようにこちらの水出しのパックに入れて。この水出しのパックはね、僕たちはちょっといいやつ使ってるけど、別に100均でも買えるからね。100均のやつだったら、100均のやつだったら、ネタできるんだよね。きちっとシーラーをします。はい。これも100均でも売ってるからね。結構バズってる商品だし、100均のやつはシーラーなしでもいけるんだよね。裏返してるやつだ。若干あれだよね。微粉が入る。これでしっかり止まりました。なんかいい感じが割れないかな。先ほど作ったのを入れ、400ml 牛乳を入れます。豆乳乗っ取りに来てるバリスターズの。テンションわからんな。離れちゃう。豆乳、ファルコンパンチ、ビッグサンダー。まあこんな感じです。ピカピカ。これですね。バイバイ。バイバイ。冷蔵庫の中で8時間ほど置きます。うっぽん。怖いって。こちらですね。あらかじめつけておきました。 15g のコーヒー豆に 400ml の牛乳を入れたものですね。こっちが浅入りで、こっちが深入りです。2種類今回はつけてみました。まあ、ちょっとこっちはこう。そうだね。でも結構ミルク、ミルクブリューっていうだけあって、うん、ミルクが強そう。ラテより薄いね。とりあえず取り出してみる。出来上がりの量は結構少なくなるのかな。そうですね。どう？違う匂いですね。うわぁ、これパイだ。あ、これレモンの匂いかな。箸なんだ。ジャパニーズスタイルなんでね。こういうキャラだったんだね。そうだよ。そうだよ。うん。うん。うん。よいしょ。よいしょ。バッチバチに入れてる。バッチバチ。こっちが浅入りのミルクブリューです。でん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 。勝手に薄いやってるもんな。薄いなしでいいんだ。一緒だけは。次、深入りの方ですね。ドク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 。色はほぼ一緒。でへーでへーでへー。今回はやばいよね。こんな短いにモンスターがいると分かった。俺さあやってるわ。一応そしてあるよ。すごいわ、やりきってる。皆さん、次も、はい、行きましょう。イエーイ。ミルクブリューですね、これが。色がでもちょっと違うか。じゃあ、浅入りからいこう。じゃあ、お作りちゃん。お作りちゃん。お作りちゃん。あ、深入りこれ。いや。うん。深入りからいこうか。あ、二人だわ。こっちが深入り。うん。なるほど。どう？どうだろう。でも、なんか素直な意見よ。これからいい？カニの味するわ。深入りはあんまりかな。深入りちょっとのおちゃんだね。うん。でも浅入りは結構いけると思う。
どうですか、ちょっと生臭くない？あー両方ともカニって言ったでしょ。確かに独特だな、カニは。でも深入りはないな、なんか深入りはちょっとないかもしれない、確かに、うん、浅入りの方はもうちょいレシピを改良すれば美味しくなるんじゃないかなと思うけど、なんか生臭い感じがする、両方とも。ただ浅入りはフルーティーではある。一応ネットで見たレシピが薄そうだったから今回は 15g でそれでもこの感じだもんね。 20g でもいいかもしれない、うん、でもコーヒー苦手な人とかはさ、いいんじゃない？まあ確かにめちゃめちゃまろやか。コーヒー牛乳よりコーヒー牛乳とコーヒー牛乳とかね、確かにな。美味しくできたらもしかしたらお店でメニュー化もあるやもしれないし、ないかもしれないし。オーディエンスの皆さん、オーディエンスの皆さん、試飲が欲しくんですよ。オーディエンスの皆さん、感想はいかがでしょう？どう？深入りの方がですか？あ、正直だな。正直美味しくない、美味しくない、美味しくない。やっぱちょっと生臭いよね、うん、とミルクのそのダメなとこ出ちゃってる、うん、すごいですよ。酷評だな、酷評された、酷評だな。まあレシピ改良の余地があるということですね。そうだね。あと牛乳をちゃんとガチのうまい牧場のやつを使ったらうまい可能性はすごくあるんですよ、うん、あなるほどね。逆に言えばね、市販の牛乳だともしかしたら飲んじゃったのかもしれない。うめえ、あのスーパーとかに売ってるさ、1本400円ぐらいの牛乳あるじゃん、うん、ああいうやつだったら美味しいみたいな。あー確かに150円ぐらいのやつだったら、なんかシロップ入れたバージョン、シロップ入れですね。ないな、シロップだな。初の、いやでも面白かった、面白いな、ね、だって考えた人そのね、水出しの発想があるからミルクでいけんだろうってやってっていう、うん、確かにね、流行ってるんじゃない、それめっちゃ流行ってるらしいね。なんか最近流行ってるっぽい。ミネが流行したの、うるさい。リクミネが流行したの、うるさいって。ごめん、すいません。いい、締めどうする、緊急に加減できますね。じゃあいきなりスーツかよ、楽しみ。じゃあこのミルクベリーは大量の余地がある。笑っちゃダメだって、入ってんだよこっち。はいはい、研究員のつもりでいくわ、いらないもの。はい、もう一回いくわ。それではこのこのこのミルクブリューは改良の余地が大量の余地があるということで改善していきますか。はいはい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ついてきてください。はいはい、よろしくお願いします。ついていきます。はい、じゃあまた次の動画で私に会えるかは分かりませんがバイバイバイバーイ。ゆりね、キャラ濃いな。いいだろう。